じゃあ名曲ハミングいっちゃいましょうか。いきますか。はい、スペシャル問題。スペシャル名曲ハミング、はいどうぞ。これから映し出される人の鼻歌は何の曲でしょうか。分かりましたらこちらまで耳打ちでお願いいたします。鼻歌は何なのか。あー、お元気ですか。もう私はもうとってもとっても元気です。松田明でございます。これから私が鼻歌で歌う曲が何なのか、まだ問題じゃないです。しっかり聞いて当ててくださいね。はい、こっからです。3、2、1 やってない。ちゃんと歌ってます。いや本人は歌ってると思います。本人は歌ってると思うんですよね。さあ行きましょう。予策違います。予策違う。なんか最後の方がトントントンみたいな感じで。なるほどな。予策じゃございません、はい、なんか横を向きましたね。もしかして続きどうぞ。え、これ一つ目のヒントです。1961年のヒント曲です。当時私は11歳、野山を駆け回ってるガキ大将でした。子供の頃のガキ大将ですか。子供の頃だからガキ大将でしょうと思って。怖かっただろうな。なんでここ応援したいの。編集でしょうか。編集で。さあ歌っていますよ。統計症候群じゃないですよ。はい、2つ目のヒントです。昭和を代表するデュエットソングです。この男性はね、僕ら世代とかだったらもうヒーローとして憧れてる、ああいうになりたいと思うようなダンディーな人でしたね。はい、あのデュエットしたら本当にお持ち帰りお願いしますのような感じですよ。いやいや本当ですよ。ジェスです。ハハハ。さあ、言われて分かったでしょうか。いいですよ、まずアキさんからタイトルですよ、聞こえない。タイトル、聞こえないね。正解です。こちらライガーさん、ありがとうございます。さあ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 、正解よ。さあ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 、いや、それいらない、いらない、いらないです。正解お見事。さあ最後、そのままでいいですよ。どうぞ。二人の銀座。ああ、二人の銀座じゃない。銀座の恋の物語。正解です。はい、正解です。はい、皆さん正解ということで30ノーベルずつです。はい、では改めてこちらご覧いただきましょう。天龍さん、ひどいわ。天龍さんのいびきってこんなんなんでしょうね。家の前の工事中の工事ですよ。はい、改めまして正解は銀座の恋の物語でした。いや、お見事、全員正解。改めて正解 V も、はい、VTR ありますのでご覧ください。はい、どうぞ。正解 V です。改めて、よく言われるんですよ。
静かだから、はい、ただあの向こうのスタジオは多分盛り上がってるみたいですよ。あ、そうですか。向こうのスタジオとこちらのスタジオの温度差が激しいんです。はい、結構脂身の部分放送したよ、ほんまに。その応援団の皆さんも涙流しても歌手の皆さんが多いので、反則、反則ですよね、本当にグー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 言っておりますが、はい、まだまだ続きます。